Hello, it's Kazusa from Yellice. 今日はほんまにたくさんの人がよく間違えてる very much の使い方の練習です。それでは突然ですが問題です。まず問題文を読んでくださいね。3つあります。I like it very much. I like it. I don't like it. これは えー、上から順番にめっちゃ好き、好き、嫌いっていうふうになってます上に行けば行くほど好き度が増して下に行けば行くほど嫌い度が増すんですねで、ここで問題なんですが I don like don't very much これは好きの程度としてはどこに入るでしょうか一つ目の矢印でしょうかそれとも二つ目の矢印でしょうかそれでは正解発表です正解は I don't like it very much は、wow. めっちゃ嫌いという意味ではなくてあんまり好きではないという意味でした。なので、I like it と I don't like it の間が正解でした。どうでしたか皆さん。合ってましたか間違ってましたか実はこれあの、今のところ私が自分の生徒さんにあの問題出したらね、もう、 ほぼ100%じゃないからみんな間違って I don't like it の下にさらに嫌いっていう意味でね I don't like it very much ね意味を誤解してしまえとか本当にたくさん言ってますえっとそれではねちょっとだけ解説したいんですけどめっちゃ簡単やからもうそのまま終えて帰ってください very much っていうととてもとか めっちゃっていう意味でみんな覚えてると思うんですね。だから、I like it very much って言ったら、とっても,っても好きっていう風な意味になると思うんですね。で、I don't like it、嫌いに very much をつけると、当然、とっても嫌いっていう意味になるんちゃうんかって普通は思ってしまいますよね。でもね、これ実はなんかちょっと,ちょっとだけ違う意味になってしまうんですよね、これ。 で、この、どういう原理で、あの、I don't like it very much があまり好きではないかになるかというと、そもそも I like it very much があって、それを否定しているという意味になるんですね。つまり、とっても好きではないということですよね。ちょっと ととは好きっていうことですよね嫌いとまではいかへんけど、めっちゃ好きっていうわけでもない。だからつまり、ナチュラルな日本語に直すと、あんまり好きではないということなんですね。だから、嫌いとまではいかないんですよね、これが。だから、とっても好きとか、とっても何々の否定文になってるものは、あんまり何々じゃないっていうふうに訳さないといけないんですね。 あの very much じゃなくてもいいです言葉が変わったとしても同じことになります。だからこれ注意していってくださいね。えー、なのでちょっと、えっと、次の問題、Very much じゃないバージョンで何個か練習問題を一緒に解いていきましょう。それではね問題ですよ、えー。また3つの文章があります。I really like it I like it. I don't like it ですね。で、あの、very much の代わりに really が入ってましたね。本なら、I really like it の否定文。I don't really like it これはどこに入るでしょうか ?1 つ目の矢印か ?2 つ目の矢印か ?3 秒考えて、はい、3、2、1。はい終わりもう簡単ですよね。正解は、I like it と I don't like it の間ですよね。 I don't really like it ってのは、うん、あんまり好きじゃないよねって。<laughs> はっきりね、それ嫌いやねんって言うのがためらわれるときってありますよね。なんかこう、もら、何かもらったけど、うん、実はちょっとあんまり好きじゃないよねって、ちょっと、なんやろ、オブラートにくるんで言いたいとき、そういうときにこの言葉を使うんですよね。I don't really like it あんまり好きじゃないんだよね。これは、めっちゃ嫌いっていうわけじゃなくて、 あ、実は言うとまあ、あんまり本当のところはあんまり好きじゃない。という風なニュアンスになります。それでは、ダメ押し問題、最後に行きますよ。I. can cook very well. I. can cook. I. can't cook. で。I. can't cook very well. は、どこに入るでしょうか?。問題の三つの文章は、めっちゃ上手に料理できます、ね。 真ん中は、料理できません。3番目は、料理できません。で,す、ねで、I can't cook very well は、ランク的には、どこに貼るでしょうか。1つ目の矢印、2つ目の矢印、3秒考えて、3、2、1、早、はい、終わり。もう簡単ですよね。もう答え言ってるようなもんですよね。So, I can't cook very well というのは、I can cook very well ではないということですよね。 めっちゃ上手には料理はできひん。だから、全く料理できないとは言ってないんですよね。ちょっとは料理できるっていうニュアンスを残しつつでもあんまりうまくないっていうことですよね。だからあんまり上手に、えー、料理はできないっていうのがこの I can't cook very well の意味になるので答えは I can cook と I can't cook の間になります。ということで、えー、今日は えー、very much の、まあ、否定文の時の意味に注意してくださいねというお、えー、勉強でした。ああ、今日もまた何か新しいこと習ったわとか、また今日も一つ賢くなったわって人は、ぜひぜひいいね押してください。えー、これ前から知ってたわっていう人も、ああ、カズサ大好きっていう人は、いいね押しといてくださいね。<laughs> Thank you! じゃあまたねバイバーイ